アメ,リカメジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースが大谷選手の入団会見を日本時間15日午前8時から行うと発表しましたドジャースは先ほど大谷選手の入団会見について発表しドジャースタジアムのセンター裏側にある広場で日本時間15日の金曜日午前8時から行うとしています通常は会見室などで行われますが 世界中のメディアが集まるため普段は多くのファンが集まる広場を特別に使用する形です大谷選手は自身の SNS でドジャースだけでなく野球界のために努力を続けると表明した上で文章だけでは伝えきれないこともあり詳しくは会見で話したいとしています大谷選手が公式的な取材に応じたのは8月9日が最後で およそ4か月ぶりの肉声に注目が集まります。